あざす。ワンチャンの下狙うか。なんかフラット空きだ。え、ベンデッタとか空いてんで。ベンデッタいいんじゃん。えの空いてるよねこれ。おはようございます。上に行きます。もう素直に何でもいいから。空いてないから、何でもいいの。そうです、もう空いてない。マジバラエティで満台な。え、じゃあ一旦バーサス取る。お願いします。一般入場です。エヴァとか空いてないか。2回行きます。2連続2回。ハハーデスも空いてない。バラエティもゼロ。アナーナーセさんバーサス。どうしよう。下ジャグラー。とにかく何か台を取らないと。はい、ジャグラーにします。ザ・ミリオン、おはようございます。おはようございます。あの第3シーズン突入ということで、過去2シーズン両方ともミッションクリアでしょ。見事にサイコロ振って、ただちょっと負けすぎじゃないかと。いや、それはに関してはちょっと私から祝いしていただきたい。稼働が高い中で戦うのは大変ということなんですが、難しいよね。難しいです。あの人も多いからね。多いだよ。多い。本当に大変なんだけど、その中で、まあ、私は、はい、ほんとちょっとだけごめんね。プラス、1572枚、一応プラスの収支は出せてるから。6回で、あのバルブレイブの回とかってやっぱしんどかったよね。そっかー。あったんだけど、それがなかったらね、もうちょっとだったかもしれない。まあでも本当にギリギリなんだけど、一応プラスはプラスで、ね、だから1回あたり200枚、300枚いってないぐらいってことやもんね。ないよねー。この店で売ってるってことを考えると、うん、ちょっとしんどいか。そうだね。ただ、まあ、ゆうちゃんもね、結構、まあ、まだ1回も勝ってないんだっけ。ちょっと言いにくいんですが、まだちょっと1回も勝ってない。未勝利。未勝利です。6回やって未勝利でしょ。馬やったら引退考えてます。まあね、はい、そろそろです。なかなかね、難しいけど、だからまあちょっと苦戦してて、マイナス5518枚。あー、負けてるね。6000で、ね、で、まあ、でもさ、平均で考えたら1000枚もいってないから、うん、1回あたり。どこの店で売ってると思ってんの、これ。いや、そうだよ。だから言ったじゃん、稼働も高いし、はい、まだデビューしてね、半年とかだから、まあ、ミリオン石神井公園店って確かに人多い、多いね、抽選も厳しい、荒い機種も多い、うん、とはいえ状況はいい、うん、日本で一番ぐらいいい店よ。いや、でしかもそこへさ、ジロー君は、はい、歴でずっとさ、ヘブンズツアーから始まって、はい、もう店内の状況、はい、なんてるさ、入る場所とかもさ、知り尽くしてます、ね、でしょ。スーパーアドバイザーが横にいんのに、いるでしょ、うん、でそのスーパーアドバイザーの半年間の結果、はい、ちょっと聞いていい。僕、うん、マイナス6043枚。一番マイナスやないか。あれスーパーアドバイザーが一番やらかしとるやないか。これでもバルブレイブで4万枚ぐらい負けたんでしたっけ、あれ違う、うん、4万枚ぐらい僕負けたんで、だからそれがなかったら全然勝ってます。4万枚でなんとか盛り返してくみたいな、うん、そうで今日すごいさ、まあ、半年終わって今こういう収支なんとかね、プラスに3人の収支をねプラスに持っていきたいなっていうところで、今日抽選受けた。あ、受けはしましたよ、ちゃんと。あ、受けたんだ。受けました、うん、受けたんですけど、うん、すいません、ちょっと抽選受ける権利さえもらえず。おいおいおい、ちょっと待ってくれ。受けてないってこと？忘れたってこと？忘れてません、ちゃんと。昨日の夜にあのコンパスね、再生コンパスやりました、はい、やって生放送も、もう危ないって言ってたんですよ、はい、だからあの事前にあのね、はい、37 コンパスの方で777人まで抽選が、まあ、枠があって、それの倍1400人が予約するっていうね。で、受けれない枠の半分の方に行っちゃったんだよね。あの 2V 値外しました。じゃあもう初めての初回からクリアしよう、うん、じゃあいつもやっちゃってください。はい、いつものやつ。はい、じゃあ今日は1戦目からサイコロを振っていきたいと思います。せーの、えい、
さあ今日はバイオベンデッタです。僕が入場した番号を考えるとまだマシな機種を取れたんじゃないかなと思います。この辺の機種狙ってたし、まあ1番引いたらテンスラとかオクト行こうかなと思ってましたが、今日はお店の誕生日だそうで、かなり朝からたくさんの方が来られてると、多分ね大移動できるところもないんじゃないかなと思います。後半になっていってもだからベンデッタで1日分回して頑張るしかないかなと思っております。でこの機械はまあ言うてあんまり高設定狙いで打ったことなくて、つまりあんまり経験値がないんですが、まあ小屋確率とサイレントモード行こうとモード移行率モード D とかですもんね、設定さんの。えこれ何存じ上げておりませんが、朝一19、帽子が1本、強レア役はおろか弱レア役すら引いてない。あ、枚数は残ってないもんね。ちょっと考えても何に当たったか分かんないですね。サイレントモードみたいな当たり方でしたよね、第一停止フリーズの。いいタイミングよ。うわナビ引けねえ。うわー3ゲームが全くと思ったらまたジャクチェ。困っちゃう困っちゃう。おい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 、押し順ベルどこ行った。なんかすげえレアなことやってる。おお、ナビ遅れてきた。入ったか。さあ一発目のクリーチャーバトル、ライオン来い、ゾウ来い。ダチョウよな、ダチョウマシンガンよくあるやつ。あんだけナビ引けへんかったやつがここでも引けるわけないべ。皆さんご存知、300までいけば確定ですって言ったところで120か。でこのバレットボーナスいけるかどうかがやっぱ結局枚数一番大事ですから。残念。さあベル引くごとに継続抽選。わあちょっと待ってくれ、ゼロ回66枚でした。ダンダダン。ちょっと電光石火あっという間やったな。なんかでも今のところベンデッタすごい良さそうには見えますけどね。初当たりめっちゃ早い。みんな今回のキーワードはわあいいね、また会おうな、かっこいい。かっこいい。なんか全部こ全部詰められてる、大当たりセットみたいなの来た。ネメシスの演出ってレアよな。353ゲーム、ゲーム数からです。まずは目標バレットボーナスでお願いします。さあ1回は絶対にもらえます。はい行こう、頼むよ。いい色、逆回転しろ。全部普通パターン。ダチョウ406、お願いします。一発で告知されるまでは行きます。すぐ来い。よーしいいね、そこそこの最初100か、そこそこの枚数でお願いします。
175、まあ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 いいんじゃないですか。ボーナスから30、でかいな。あ、マリア、オシジュンベルキャー、確かね4分の1以上 27% とかあります。1回引くだけで、まずこれで 27%、 1回じゃここから戻らないよな。まず引けへんもんな、そら勝てんて。デフォルト2連続ダンダダン。はい、それではまだミリオンで無敗じゃないや、勝ってないアイナミユコやっていきたいと思います。今日はこのお店さんが周年ってことで、もう絶対いい番号引いて何かしら AT 機に座れれば勝てるだろうと思ってたんですよ。それがもうこのざまですよね。もうなんでかな、日頃の行いが悪いのかな。お、光った、68ゲーム、いいですね。お、ビッグササキーです。今気づいたんですけど、私今一本投資でビッグ出たんですけど、ジャグラーだと他のスマスロとかに比べて投資が少なく済むんですけど、その分投資ポイントも少ない。そうなるとこの番組のルールとしてはすごくダメな状況だと思うので、もう今日はとりあえず出す、1枚でも多く出す。そうしないとポイント的にはかなり少なくなっちゃうんで、必ず出したいと思います。お、167ゲームレギュラーです。さあ今度こそジャグレン、お、48ゲームわかりました。よしよし、いいね。はい、レギュラー、オッケーオッケー。なんかオカルトとか探してみようかな。よそ見するとペカル、よそ見か。お、よそ見打法成功、144ゲーム。レギュラー、これでレギュラーさんのピック1、200いったから、ちょっと嫉妬作戦やってみようかな。ちょうど後ろが花々なんで、いやー花々の方が可愛いかもしれない。ハイビスカスが可愛い。いやー花々の光は綺麗だよね、上品。ハイビスカスの光見てると幸せになれる。花々の王冠が輝いてる。お、勝った、よかった。嫉妬作戦が遅れてきたかな。230ゲーム、ビッグください。あー、レギュラー。あー、でもよしよし、光ってくれたから。嘘だよ、ジャグラーの方が好きだよ。だからお願い、ジャグレンしてください。
ム早い、もう大好きです。よし、久しぶりサマービッグ、オッケーオッケー、このまま連チャンさせよう。初打ちです。初打ちでちょっと本当に右も左も動画とかもちょっと見てないのでわからないことしかないんですけども、ちょっとあのジャンバリのいろいろと教えてくれる七鉄をちょっと見ながら七鉄見ながらちょっとやっていきます。さっき二郎くんに言われたんですけど、詳しくない人のバーサスおもんないでっておもろないよな、打ったことないやつのバーサスって本当にごもっともごもっともすぎてですよねってはなったんですけど、もう状況的にしょうがないと。え、当たりじゃないこれ。出た取りました、ビッグボーナス、投資3本。当たった、レギュラーかな、バーだ。66ゲーム。え、レギュラー中は打ち方、初心者手順、中級者手順、上級者手順の3種類が存在してるするらしい。上級者で112枚、小級者で71枚。40枚も変わるの。じゃあ中級者あたりでいきますね。中級者だと獲得枚数が89枚。中級者は普通にこうこうして X をドン。やっぱ初級者に戻した方がいいかもしれん。はい、いけた、グレート。6回、ほんと8回じゃないとダメでしょこれ。でも初級よりは取れましたね、よかった。素直に初級にしときゃよかったのに。じゃあ、これチャンス、このリプレイのシャン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 、この後チャンス。音が鳴れば嬉しかったけど、あ、でも、あ、当たった、当たりました。ほい、やりました、17ゲーム、早かった。で、これがビッグの後だったらね、嬉しかったけど、でもそれでも早いから OK です。あ、でも458枚になってます。今合算74分の1。え、めっちゃいいじゃん。今オープンしてちょうど1時間ぐらいかな経ったんで、ちょっと店内の様子を見に行きます。まあ、こっからまだまだこれからだ。1時間経ったから店内見に行こうと思って見に行っただけ。満杯です、満杯。でも今バーサスいい感じに当たってる、70分の1ぐらいで。すごいね500枚ぐらい、何でも出すねちょっと、まあ、店内決めながら考える。お願いします。30回ぐらいジャグレンして難しいですね。でもあのレギュラー先行してます。めっちゃ確率今のところいいね、100分のちょいぐらい。私もちょっと出玉今持ってるから、ちょっと二郎くんがね、まだ波に乗れてないから、ちょっと頑張ろう私たちで、頑張ってね。で、店内状況とあとは、まあ、2人の状況を見てきたんですけど、まあ、ジル君はね、まあ、ベンネッタ打ってますし、早々ね、まあ、朝から絶好調っていう方が難しいじゃないですか。でもあのそういう AT 今日取れなかった私とゆうちゃんノ ノーマルタイプでいい感じに当たりをへけているというところで悪くないですよ。当たったんじゃない。平均やら191ゲーム追加投資ないです。パーフェクト目指す。あ、もう無理ですでこれさっき6回だったから、ちょっと7回目指す。7回
気まずい、はずい、5 さっきより下回っとるやないか。79分足りました。やった、嬉しい、ビッグビッグ終了しました。ビッグ2回引いて451枚、徐々に徐々にコツコツと出玉が増えていってます。赤7だ、よし、249ゲーム、まだ早かったです。さらな1回、よし、素晴らしい。ボタン、ボタン、ボタン、よし、ありがとうございます。いやー、気持ちいい、よかった。収支管理アプリピムネ登場。ピムネには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。